重粒子線治療における医学部通知の役割は、重粒子線治療を受ける患者さんやご家族が安全に治療を受けていただけるように、最適な放射線の照射方法を医師に提案したり、放射線の量や機械の精度を管理することです。医学物理士の主な業務として治療計画の作成があります。こちらの写真は放射線治療前に CT 画像を用いて患者内の標的や照射の避けたい部分を最初に医師に決定してもらった後、その標的に対してどこからどのように放射線を照射するか治療計画装置を用いて検討して治療計画を作成しています。次に2つ目の医学物理士の重要な業務として放射線量の管理が挙げられます。これは実際の加速器が正確に動いているかの確認や、作成した治療計画が正しく実行され、患者さんの標的に正しく照射されているかを確認する作業となります。例えば治療計画で作成した治療ビームを水槽に置き換えて測定を行い、計算通りであるかなどを確認します。放射線量の管理を行うことも医学物理士の重要な仕事の一つとなります。3つ目は研究開発です。より効率的に重粒子の照射を実現するための実験をいろいろ行っております。重粒子線治療でも放射線における有害事象があります。少しでもそういった不利益を減らすためにさまざまな創意工夫が行われております。こちらの写真では人体を模擬したファントムを用いて実際の照射における心臓ペースメーカーの影響を調査している様子です。医学物理士は医学物理士認定機構が認定している資格となります。この資格を取得するには保健学科及び理工学系の修士課程を修了するか、医学物理士認定機構が定めた教育コースを修了する必要があります。これらの教育課程を修了し、医学物理士認定試験を合格することで医学物理士になることができます。私が医学物理士になって感じているやりがいは、放射線物理の知識を用いた最適な治療計画の作成を行うことや、物理工学的知識を用いて臨床現場にある問題を解決することなどが挙げられます。